まず今日お話ししていくのは、なんでこのインターンシップするんだっけっていうことを少しだけお話をしていきたいなっていうふうに思って、で、まあ皆さん多分この後3年生に、まあ2年生からちょっと就職のこととか進路のことを考え始めていくだろうなというふうに思っていて、結構こうなんていうのかな、今例えば社会人になったらなってもこう1年も仕事続かずに辞めちゃってみたいなことが結構あって、大人たちはあなた若者を辞めたなとか全然続かんなみたいな話をされるんだけれども、実はなんかそこってみんなが悪いんじゃなくて、それまでにこう仕事ってどんな楽しみがあるんだろうとか、自分ってどんな仕事したら楽しいんだろうみたいなことを考える機会がなかったことが、すごく原因というかポイントなのかなというところで、今回はまず本当に自分がこうどんなことに心を動くんだろう、それは仕事としてというかっていうところをまず一つ感じてほしいなっていうふうに思ってます。もともとその1年生の時に創造学で仕事体験をして、さらに興味を持った子たちが主なんですけれども、ちょっと進路とか、まあ、そういうのがはっきりしてる子たちを、まあ、このインターンでお願いしました。僕が主に担当していく、まあ、いわゆる高校の出口っていうところにもつながってくるのかなっていうふうに思っていて、できればこの神山分校で学んだ学生が町で働けるような状況を作っていきたいねっていうふうなのは話しています。一度この1週間っていう有償のインターンシップを事業所さんに受け入れてもらうことで、なんかちょっとアルバイトを雇ってみても可能性が広がるんじゃないか、最後正社員で来ようっていうふうなところまで街の中で雇用が生まれるといいなっていう、その本当の小さな一歩目としてこの取り組みが続けられたらいいなっていうふうには思ってます。城西高校神山分校の約30人のうちですね、5名がインターンシップに手を挙げてくれたんですけども、その5名は映像を作る会社、町役場と建築士と大工さん、保育園のところでそれぞれ約1週間勉強させてもらいました。撮影されている時の手伝いとか、まあ、そう文字起こしもそうですし、あとは録画したデータをパソコンの中に入れるっていう作業とかですかね、主にやったのはそのくらいですね、はい。なんだろう、やっぱりそのインタビューとかしてる時とかにその質問をしてるところが一番大事。撮影とかで人と人とのインタビューが終わってで、もうみんなが移動してる合間に風景とかを撮影、今が何月、季節を表す撮影とかするのもすごい大事だなって思います。はい、すごく楽しかったし、いい経験になりましたね。まあ結構興味はあります。はい、まだ映像の現場とか映像を作ることっていうのがお仕事内容としてどんなことがあるのかっていうのが分かっていない可能性もあったりして、なんか実は話を聞いてみたらパソコンを組み替えたりして自分で作ってるとか、ネットでゲームの部分でいろいろ人と交流して投稿したりしてるとかいうのがちらちらと聞こえてきたりして、あ、もしかしたら映像を作るっていうこと以外にも彼にはまた可能性があるんじゃないかなとかっていうのも話す中で見えてきたりしたから、まあでも彼にとってもそれは映像の現場に入ってみないときっとわからないことだっただろうし、私たちも受け入れてみたから分かったことではあったから、なんかそういう意味では、まあもう最初からやっぱ入って違うかったっていうこととかって、ね、仕事選びの中で私たちだってあったことだし、だからなんかそういうのを高校生で経験するっていうのは振り返ると、それでしかもそれでお金をもらうっていうことで、それがどう事業者としても何て言うか、これはお金を出してでもやっぱり来てほしいなって思えることか、向こうの受けるインターン生としても、あ、これは引き続きやっぱこういう世界で行きたいなと思うのか、なんか別の可能性もあったりするのかなっていう経験になったり、その辺はだから、まあ、やってみないと分かんないよねってところは今回経験できてすごく良かったなと思ってますね。最初は結構役場の中で動いていることが多いんかなと思ったら、外へ出ていくことも多かったし、受付だけが結構地域の人と話がするんかなと思ったら総務課だっ
ったり、いろんな部署の方でも地域の人と話するんだなって思ったり、個人的にはその受付をしていた時に外国人が思ったよりも多く来たり、日本語がうまかったり外国人のね、はい、へー、驚かされました。インターンの受け入れ自体が初めてで、まあ、高校生以外大学生にしても、今まで1回も受けたことがないことだったので、今非常に職員の採用が難しくなってきています。いい人材をなるべく確保していきたいっていうのが役場としてのあることなんでしょうけれども、その中で試験と面接だけでは非常に難しい部分があって、何か他の方法で人を見ることってできないのかなって、インターンの話を受けた時に何かそういう職員採用の方にのヒントにもなるんじゃないかなっていうのがまず1点あって、で、まあ、受けてみてその中から何か光が見えたり何かつかめれたらなっていうところは一つあったと思います。インターンを通して役場のイメージが変わっいい方に変わったので、でも良かったです。これはコンピューターコンピューターね。私また手書きでいってもかな最初は、うん、これは川口さん家の家の図面なんですけど、うん、最初はやっぱり、うん、メジャーとかで、うん、で柱と柱の間を測ってこう紙で書いたりしてたんですよ、うん、これをコンピューターを使って、うん、実際にこう本格的なものになりました。以前も職場体験で赤尾さんのとこ行ったんですけど、やっぱり一人で仕事をやりこなすっていうところがめっちゃかっこいいなって、建築を希望してる子が実際に、まあ、CAD で使って図面を描くっていうのを体験してすごく喜んでたのがすごく印象的です。彼はもう本当に建築の仕事をしたいっていう希望があって、赤尾さんとずっとそういう仕事を見て赤尾さんの仕事ぶりをかっこいいなとこう言えるそういう大人が近くにいたっていう、それがもう本当に大きな成長でないかなと思います。より具体的に仕事内容が見えたんじゃないかなと思いますね。なかなか仕事してる人もね、かっこいいってね言うね、なかなかないですよね。仕事に向き合えて自分の将来を考えるっていう時間が持てたことが本当に嬉しいなと思います。全然まだ進路もわからない、何していいかわからないっていうのが、まあ、本当正直そういう子たちもいっぱいおりますので、そういう自分がやりたいことに一歩踏み出されたっていうのが、うん、貴重な体験じゃないかなと思います。ある子は、まあ、実際、どうだろう、進学はもうしたくないから就職をしたいと思って一つ興味のある大工さんをやってみたんだけれども、実際、ちょっとイメージと自分が思い描いてたものと違ったっていうところで、また次を探し直さなきゃいけない、どうしようって正直迷ってますっていうふうな言葉をもらいました。で、僕はこうどっちのケースも良かったなっていうふうに思ってます。今から本当に自分がやってみたいこととかをチャレンジしていいのか悪いのかっていうのを白黒つけておくと、いざ本当に仕事をしなきゃいけない、仕事を選ばなきゃいけないっていう時に、あ、こうやって仕事って選んでいくんだなとか、あ、これ前違うなと思ったから今回この仕事を選ばない方がいいなっていうことが、なんとなくこうジャッジがつきやすくなるのかなっていうふうに思っているので、私がまあ思うのは、その彼らが何か、まあ何年後かにその仕事に就いたとか、まあ、全然違う仕事にもしかしたら就いたかもしれないんですけれども、その中で誰かこう相談できる相手がこのつながりであってほしいなとは思います。